アメリカ国防総省語学学校はアメリカ国防総省の教育研究機関である。二つの独立した組織で構成されており、国防総省、その他の連邦機関及び世界中の多くの機関に対し語学及び文化に関する教育を行っている。国防総省外国語学校は国防語学プログラムを担任しており、その主だった活動は 国防総省の要因に対する外国語教育及び、海外から留学生に対する英語教育である。その他の活動には、語学訓練に関する計画の立案、教育カリキュラムの開発及び、第二言語習得に関する研究などがある。国防省語学学校の主要な組織は、国防省語学学校外国語センターと国防省語学学校英語センターの二つである。 外国語センターはカリフォルニア州モントレーのプレシディオ・オブ・モントレーに所在しており、英語センターはテキサス州ラックランド空軍基地のサンアントニオ統合基地に所在している。外国語センターの指揮官は陸軍大佐であり、副指揮官は空軍大佐である。指導部には他に陸軍上級総長と軍属の参謀長が配置されている。 外国語センターにおいては年間を通して約3500名の学生に対し24カ国語以上の外国語の授業が行われている。教育は連邦休日及び第9日を除き毎週5日間毎日6時間実施される。各家庭の期間は履修する言語の難易度に応じて26週から64週に設定されている。外国語センターは 通信教育、電子黒板、インターネット、双方向テレビ、ポッドキャストなどの学生に支給されたデジタル音声、機器やノートパソコンなどの先端技術を活用した授業を実施し、外国語教育の先駆者としての役割を担っている。英語センターは国防省英語プログラムを運営している。2015年に第637訓練軍と命名された英語センターは、 その双方の指揮官を兼務する空軍大佐の指揮官及び陸軍中佐の副指揮官により指揮されている。また、運用部隊指揮官には空軍中佐が配置されている。その他の軍人の職員には陸軍、空軍及び海軍の隊員が割り当てられている。300人以上の軍属の職員には大二言語としての英語に関する教育資格を有する教官などが配置されている。 英語センターは英語教育プログラム認定協会及びアメリカ教育省の認定を受けている。一般英語、専門英語及び教官育成の3つの校内教育セクションに分かれており、その教育期間は留学生のニーズに応じ9週間から52週間に設定される。一般英語においては限定的な英語能力しか有しない留学生であっても、 事前に設定された英語理解力レベルに到達するまで教育が行われる。アメリカ国内での事後の連接した訓練が予定れている留学生は母国においてまたは語学学校の一般英語プログラムにおいて要求される英語理解力レベルに到達していることが確認されたあと専門英語訓練に参加する。専門英語プログラムにおいては 事後の連接した訓練において必要とされる技術的用語及び特定の語学能力を網羅した過程に入校する。教官養成プログラムにおいては、それぞれの母国において英語教官、またはプログラムマネージャーとして勤務するための訓練が行われる。例年、100カ国以上の国の留学生たちが国防省、語学学校に入校し、その訓練プログラムに参加しており、 その参加国の多さから小さな国連の異名も持つ。留学生の訓練費用は対外優勝軍事援助、または国際軍事教育訓練プログラムなどのアメリカが認可した支援プログラムを通じ母国から支払われる。国防省語学学校は海外留学生に対する訓練に加えて英語を母国語としないアメリカ軍兵士たちに対する英語教育も行っている。 ラックランド空軍基地の南西区画に所在する英語センターには教育を効果的に行うために必要な施設や機材が備えられている。学生は最新式の教場から徒歩圏内にある快適に居住できる現代的な宿泊施設に居住できる。火曜日には通常6時間の教育が行われる。一部の教育はコンピューターを利用できる。 語学教室で実施される。すべての留学生は様々なマルチメディアソフトウェアが閲覧可能であり、図書館も併設されている学習センターを利用できる。留学生は留学生総合、またはアメリカ学生とのスポーツイベントに参加して異文化交流を経験できる。また、国防省語学学校が行う校外教育プログラムにも参加できる。さらに、 アミーゴと呼ばれる国防省語学学校留学生支援プログラムを通じアメリカ軍人及び地域住民のボランティアとの交流も深めることができる。留学生は国防省語学学校への入校でアメリカ人と初めて接する場合が多いがアミーゴプログラムは留学生がアメリカの生活様式をよりよく理解しアメリカ人の文化及び 習慣の多様性を学ぶための機会を提供している。国防省語学学校外国語センターの起源は、アメリカの第二次世界大戦参戦前夜まで遡る。サンフランシスコのプレシディオにある非公開の学校が設立され、アメリカ陸軍による日本語教育が開始された。その教育は、1941年11月1日、クリッシーフィールドにあった、使われていない、 航空機用格納庫で4名の教官により60名の学生に対して開始された。主に西海岸に住んでいた日系アメリカ人の2世であった学生たちはアメリカで教育を受けていたことから両親から日本語を学んでいたもののその日本語力は限定的であった。その他の学生には規米2世と呼ばれる日本で教育を受けたために日本人と同じように日本語を話せる。 日系人や二名の高カサス人の学生もいた。二世ホールは他のいくつかの建物と並んで、その学校のアメリカの侍ムで栄誉を受けた初代学生たちを記念して名付けられた建物である。戦時中、その学校は陸軍情報部語学学校と呼ばれるようになり、劇的な成長を遂げた。1942年、 西海岸の日系アメリカ人が日系人収容所に移動させられると、語学学校はミネソタ州キャンプサベージの施設に一時的に移転した。1944年、学校の規模が拡大し、施設が手狭になったため、金棒の方とスネリングに移設された。戦時中及びそれに続く日本占領の間、6000名以上の卒業生が太平洋戦域で活躍した。 1946年、プレシディオ・ブ・モントレイに移設されて、陸軍語学学校と改称された。語学学校は、1947年から48年の冷戦時代に入ると急速に拡張された。30以上の言語や方言について、教官たちが世界中から集められた。当時の最大の語学プログラムはロシア語であり、中国語、韓国語及びドイツ語がそれに続いた。 国防省語学学校英語センターの正式な発足は1954年5月の第3746飛行前訓練部隊が設立されすべての英語教育を担任したことに遡る。1960年アメリカ空軍語学学校が発足しその任務を引き継いだ。百六十六年国防省語学学校英語学校を設立した国防総省は その学校を陸軍の統制下に置いたが、学校の施設はラックランド空軍基地に残された。1976年、国防総省はアメリカ空軍を英語学校の管理機関に指定し、国防総省語学学,学校英語センターへと解消した。1950年代、アメリカ空軍によって行われていたイェール大学、コーネル大学、インディアナ大学及び、 シラキュース大学との契約プログラムによる外国語教育及びアメリカ海軍によって行われていたワシントン DC の海軍調査学校での外国語教育は1963年に国防外国語プログラムに統合された国防省語学学校本部がワシントン DC に新たに設立され元陸軍語学学校校長の ジェームズ・ウェル・コリンズ・ジュニアが初大学部長に就任した。陸軍語学学校は国防総省語学学校の西海岸支部に海軍調査学校の外国語り部は東海岸支部にそれぞれ改編された。大学との契約プログラムは順次廃止された。また、テキサス州ラックランド空軍基地の英語学校も国防総省語学学校に統合され、 国防総省語学学校英語センターに改編された。ベトナム戦争のピーク時には国防総省語学学校における語学教育の必要性も増大した。通常の語学訓練を継続しつつ2万人以上の隊員に対するベトナム語の訓練が行われた。その多くは軍事顧問団のサバイバル過程における8週間の特別訓練として実施された。 1966年から1973年にかけてはテキサス州法とブリス近郊のブリックス空軍基地において契約インストラクターを活用したベトナム支部の運営も行われた。ベトナム語教育は2004年まで続けられた。1970年代、国防総省語学学校の本部及びすべての語学訓練施設は西海岸支部に統合され、 国防総省語学学校外国語センターへと解消された。二管理が一旦異常されたが、1976年になるとすべての英語訓練業務がアメリカ空軍に再異常され、今日まで至っている。1979年、国防総省語学学校外国語センターは、アメリカ西部地域私立学校大学協会の認定を取得し、 学部長の地位が再確立された。1980年代の初頭、モンテレーが手狭になったため、国防総省語学学校は、二つの支部を一時的に開設した。テキサス州、ラックランド空軍基地の空軍貸し官兵、ロシア語家庭の支部及び、サンフランシスコのプレシディオにあった、陸軍貸し官兵のドイツ語、韓国語、ロシア語及び、スペイン語家庭の支部である。 このような状況を踏まえ、国防総省語学学校は、プレシディオにおける大規模な施設の拡大を開始した。2002年、学校、大学基準協会が、国防総省語学学校を、準学士授与機関に認定した。1993年春、基地閉鎖及び、再編委員会は、国防総省語学学校の移転、または、閉鎖に関する提案を認めず、 現在の場所でその任務を継続することを勧告した。2005年夏、委員会は海軍大学院の閉鎖と合わせて、その問題を再検討することとなった。閉鎖の理由は、モントレー湾地域の資産価値及び、生活費用の上昇により、二つの学校をオハイオ州のより土地価格の安い場所に移設すれば、納税者の負担を低減できるというものであった。これに対し、 国防総省語学学校の経験豊富な外国語を母国語とする教官たちを入れ替えることは困難であるという意見が提出された。サンフランシスコ及びカリフォルニア州のセントラルコーストは地元の教官の供給源であり、学校の移設は軍の情報機関にとって大きな痛手となる可能性があったからである。2005年8月8日、モントレーで会合を開いた。 基地閉鎖及び再編委員会は双方の意見を聴取した。2005年8月25日委員会は国防総省語学学校をモントレーの現在の場所に維持することを満場一致で決定した。国防総省語学学校英語センターはアメリカ空軍の第37訓練航空団によって運営される国防総省の機関であり、 海外の軍人及び軍族に対する英会話教育及びその教官としての訓練を行っている。英語センターは、また、アメリカ軍のための第二言語としての英語プログラム及び海外における英語教育プログラムを実施している。海外留学生は国防省庁による保障を得たものでなければならず、通常、NATO 加盟国の要因が含まれていなければならない。 英語センターには、100カ国以上の国からの留学生が常時、入校している。メインキャンパスは、現在、テキサス州サンアントニオのラックランド空軍基地内に、ある、サンアントニオ東方基地の敷地内に所在している。英語センターは、海外留学生の英会話能力及び母国における、英会話教育能力を向上させ、アメリカ軍兵士の第二言語としての英語に関する。 訓練を実施し世界各国ににおけるる英会話訓練プログラムを実施することにより国防総省の任務達成に寄与している。カリフォルニア州プレシティオ・オブ・モントレイにある国防総省語学学校外国語センターは国防総省の主要な外国語学校となっている。軍人たちに対する外国語訓練は 短期集中的に実施されており、各家庭の教育期間は24週間から64週間に設定されている。2001年10月、国防総省語学学校はすべての基本プログラムの卒業生に対し、外国語に関する文系準学士を授与する連邦政府認可権限を取得した。学校の資産はべてアメリカ陸軍の管轄下にあるが、その職員には、 アメリカ海軍、アメリカ海兵隊及びアメリカ空軍の要員が配置されており、4つの軍種すべてがその学生を入校させ、その共感を差し出している。軍以外の連邦政府機関及び諸外国の軍隊の要員に対する訓練も実施している。また、法執行機関の要員に対するスペイン語の教育も実施している。2015年現在、 アフリカ語を含む数多くの言語がワシントン DC の国防総省語学学校外国語センターで教育されており、以下の言語がモントレーにおいて教育されている。現代標準のアラビア語、エジプト系アラビア語、レバントン系アラビア語、イラク系アラビア語、中国語、フランス語、ドイツ語、ヘブライ語、ヒンディー語、インドネシア語、日本語、韓国語、パシュト語、ペルシャ語、 ロシア語、セルビア語、クロアチア語、スペイン語、フィリピン語、トルコ語、ウルドゥー語国防総省語学学校は、ワシントン DC 地区に国防総省語学学校ワシントン事務局を設置している。ワシントン事務局は、プレシディオ・オブ・モントレーでは行われていない、低密度言語など、多くの教育人を必要としない、語学教育を行っている。しかしながら、 一部の言語については重複しているものもあり、駐在部官要員に対しては、モントレーにおいて実施されている言語についても、ワシントン DC において教育が実施されている。国防総省語学学校ワシントン事務局における英語訓練は、アメリカ国務省の国家外務研修センター及び、ワシントン DC 地区の首都圏に所在する、各外国語学校との契約により実施される。 国防総省語学学校は2006年11月に行われた国防総省語学学校外国語センターの創立65周年記念式典において国防総省外国語センターの栄誉の伝道入りを決定した最初の10人を発表した国防総省語学学校外国語センターは毎年5月に新たに伝道に加えるべき人物を募集している 国防総省語学学校外国語センターの栄誉の伝道に加えられている人物、ありがとうございます。